にちは、エルカチャンネルのショーです。皆さん、首痛くないですか？結構スマホとか触ってて、ついゲームとか、YouTube とか見て、ちょっと熱中して、気づけば結構な時間使ってて、であってな、なんだろう、あーと思った瞬間に、あ、首痛っていうのがないですか？これはパソコンとかでもそうだとは思うんですけど、長時間、同じ体勢とかしてるとやっぱり体がどころかしら腰とかもやっぱ痛くなると思うんですよ。で、やっぱりちょっと僕も、動画の編集したりとか、まあ YouTube 見たりっていうのも結構多いんですよね。で、あとはやっぱゲームとかもするので結構体がバッキバキになって、でやっぱりその中でも首がもう痛くて痛くてしょうがない。でいつもなんだろう、ここ首の根っこって言えばいいか分かんないけど、とりあえずここをなんかこう指でつまんでちょっともみもみするとちょっと気持ちよくて、あーってなるんですけど、でもやっぱそれもやっぱりまた同じことしちゃうんで、結局またあーってなるんですね。でマッサージとかに行けばだいぶ違うんだと思うんですけど、まあ、なかなかちょっと時間的にも合わなかったりとか、行ってみたらちょっと、混んでて断られたりっていうのもまああったりしたので、今回こんなのを手に入れてみました。トイレのあれじゃないよ。首にこれこうやってはめるんですけど、何をするかっていうと、ここほらなんかチューブがついてるでしょ。でこれ先っぽ今ついてないんですけど、ここにこんなのこれ合体します。はい、そしたらここにマジックテープがあるので、これをこっちにくっつけます。間違えた。はい、こんな感じですね。で、さっきのこのプシュプシュ、これで要はこれを膨らませるんですよ。いいですか？ほら、少しずつ空気が入ってきて、これが膨らんでいくんですよ。結構膨らむのに時間かかるんですけど、いざ膨らみ始めたら、ほら、結構あっという間に。で、これで首を伸ばすみたいなんですね。なんか海外の首長族みたいな感じで、ほら結構膨らんできたでしょ。結構もう今後ろの方パンパンになってるんですけど、でこれで首を伸ばすそうです。でこれ終わりがないので、自分で適度なところで、あ、もう無理と思うところでやってみてください。どうなるかは分かんないんで。でこの状態を、5分から10分、やってもらうと、これを外した時に爽快感がやってきます。
さっき撮影の前に一回ちょこっとやってみたんですけど、気持ちよかったです。でこれでボーってします。で、なんだろう、この状態で横になるとなんか気持ち悪く気持ち悪くなるそうですよ。まあそんなの聞いてるから横にはなりませんけどね。あ、ちょっと首痛いわ。ちょっと待って、もう少し。すげえパッツンパッツン。でこれ素材がスウェードかなんかなんで、触り心地はスベスベして気持ちいいです。なんかつけてて嫌にはなりませんね。はい、じゃあ5分ほど経ちましたので、じゃあちょっと外していきます。これやっぱちょっと じわーっと空気が抜けてきてるので、だいたい5分ぐらいでちょっと最初のあのパッツンパッツン感がなくなってはきますね。でもし、もうちょっとつけたいなと思ってる時はまたこれでシュポシュポってすればすぐまたパッツンパッツンになるので、まあそれで問題ないんじゃないかなとは思います。じゃあ外していきますね。あとこれ膨らむじゃないですか。でこれの空気の抜き方がよく分かんなくて、他にこのチューブのとこ以外空気をなんかどうこうするやつってなくて、説明書もちょっとなかったので分かんないんですけど、まあ多分これでいいと思うんですよ。いいですか、これここも一回外して、で多分自分で潰すんですよこれ。だこっから空気抜けていくんで、多分それじゃないかなと思います。よいしょ。でちょっと外しますね。あなんか楽になった。あいって痛いわ。でもあのなんだろう、ここが今すっごい すっきりして、あーってなる。その肝心の痛みはまあまあ俺もつけてすぐなんであれなんですけど、どうですかね。あでもなんかちょっと気持ちいいマッサージしてもらった後みたいな感じですね。いやどうなんですかね。まあなかなかちょっと僕さっきも言った通りで時間が取れなかったりでマッサージ行けないんで、まあこれはこれでありなんじゃないかなと思います。まあそういうことで今日はここまでです。それでは。